大谷翔平メジャー7年目で初の地区優勝なるか1、2打席目は凡退。3回まで両軍無得点。ドジャース大谷翔平投手、30が26日、日本時間27日、本拠地カドレス戦に1番指名打者でスタメン出場し、両軍無得点3回に死想者なしの2打席目は、1頃に倒れて2打席連続で凡退した。 試合は3回まで両チーム無得点が続いている。パドレスの先発は、ジョーマスグローブ投手31。21年から3年連続で2桁勝利を挙げ、今季は故障による離脱もあって18登板で6勝5敗、防御率3.95にとどまっている。大谷はこれまで8打数1安打の打率1割2分5厘で本塁打なし。 今季は開幕2戦目の3月21日に韓国で対戦し、右前安打と右比だった。初回戦闘の1打席目は、カウント1ボール、2ストライクから、4球目の高めの94.8マイル、約152.6キロ、直球を弾き返したが、2塁ベース寄りを守っていた遊撃手正面のゴロに倒れた。タドレスとの首位攻防3連戦の初戦は、 2点を追う9回無視位置。2塁で大谷もネクストバッターズサークルに控える中で、トリプルプレイというまさかの形でゲームセット。パドレスは2年ぶりのプレイオフ進出を決めて、ダルビッシュと松井はシャンパンファイトに参加した。前日25日、同26日の第2戦では、同点の6回に大谷が勝ち越しの仲間へ敵地打を放って押したけびを上げ、 ドジャースはそのまま逃げ切ってマジック、2を再点灯させた。この日勝てばドジャースの3年連続の地区優勝が決定。大手をかけて第3戦を迎えた。6打数6安打、3本塁打、10打点、2盗塁と圧巻の活躍を見せた19日、同20日以降の6試合では、24打数17安打の打率7割8輪で、5本塁打、15打点、 7盗塁と無双モードに突入している大谷。前日25日、同26日の試合後には、単純にやっぱ調子がいいなと思います。と自己分析しながら、最後の最後まで、そういう、優勝を争う、試合ができることにまず感謝したい。ここまで健康を保って、今日もしっかり全部出れたことに、まず今日はそれが一番じゃないかなと思う。 と優勝を争っている終盤の手に汗握る戦いをかみしめている。勝てば大谷にとってメジャー7年目で初の地区優勝。勝ち越し打を放ってヒーローだった前日の試合後にはそのためにここまで頑張ってきましたし、それをホームのゲームで明日できれば、それは特別じゃないかなと思います、と意気込んでいた。この試合を含めて残り4試合。 明日27日、同28日からは、敵地でロッキーズ3連戦が組まれている。